はい、記憶のチャンネル税理士の大谷です。今回はこちらの経理処理簡単なやり方っていうことでね、経理処理の中でもいろんなやり方っていうのはあるんですけども、で今回特にその中でですね、売上の方にね焦点を絞って、通常のやり方とね簡単なやり方っていう形でね紹介していきたいと思います。はい、それではですね、まず売上の通常の処理ですね、こちら見ていきたいんですけども、事例としてですね、3月31日に A 社へ5万円のコンサル売上ということですね。3月今コンサルティングをしてですね、売上が確定しましたと。で4月30日入金ということで、まあ翌月末までに、まあ、入金してくださいよということで、請求をしているというような状態ですね。でこの場合の3月31日のまず処理ですね、こちらの仕分けがですね、3月31日に A 社へコンサル売上ということですね、借り方売掛金、貸し方売上っていう形の仕分けになるんですけども、これについて3月31日にね、まあ、売上確定してるんで、貸し方で売上っていう形で上がっていくと。で売掛金っていうのが、まあ、売上を請求する権利ですね。それが3月31日に発生してるんで、まあ、それを科目として売掛金という形でね管理していくんで、それが借り方に上がっていく。まあ、この売掛金についてはね、入金された時に反対仕分けっていうかね、貸し方にね売掛金が来ることで相殺されるっていう形になるんですけども、まあ、3月31日時点では、まあ、その請求権を持ってるっていう形ですね。はい、でこれがですね、4月30日になるとどうなるかっていうことなんですけども、4月30日に A 社より入金がありましたと。で借り方は普通預金、まあ、お金が入ってきてるんで借り方が増えると。で貸し方は売掛金5万円っていう形で、ここのね、あの3月31日の売掛金が消えていくっていう感じですね。で最終的にまあ3月31日の売上5万円と4月30日の普通預金5万円がまあ上ってくる形にはなるんですけれども、まあ、これがね通常の処理なんですよ。でこれを簡単なやり方でねするとどうなるかっていうことなんですけども、これね、まあ、同じ仕分けなんですけどね、ここに対してどう変えていくかっていうことなんですね。でこちらが、まあ、例えばですね、この3月31日の仕分けをしないという形ですね、これを×しますと。でこの4月30日に入金した時にどうするかっていうことなんですけども、今普通預金のね売掛金という仕分けになってますけれども、この時の売掛金をね変更しますと、売上にしますっていう形ですね。でいくと、まあこの今まで2つ仕分けあったものをやめて4月30日だけにして、で A 社よりまあ売上入金という形ですね。で借り方普通預金、貸し方売上の5万円という形にしていくと、まあこれが簡単なやり方になるんですね。で、まあ、これでいくとね、3月31日にね売り上げが上がってたものが結局4月30日に上がる形になるんで、ずれちゃいますよね売り上げがね。でここっていうのはどうなのかっていう話なんですけども、ここねちょっと解説していきたいと思います。簡単なやり方の問題点とね対処法っていうことで話するんですけれども、まずね先ほど言ってたように、その売上計上の月がずれてしまうということで、3月に上げるべき売上が今4月に上がっちゃってますよね。これどうなのかっていう話なんですね。でこちらについて株主がね違う会社、まあ上場会社とかであるともうこんなん絶対ダメなんですよね。で上場会社じゃなくても株主が別にいてると、やっぱりそれはちゃんと経理しなさいよって話もちろんなってきますんでね、こういうのはちょっとできないだろうっていうところですね。で、まあ、融資を受けている場合などもね、まあ、必ずダメっていうことではないんですけども、やっぱりね正しい月で計上してくださいよっていう話にはなってくるんで、まあ、良くないと。正しい月の売上を把握できないためですよね。なのでね、まあ、その同族会社ですね、自分が株主で社長をしているっていうような場合ですね、まあ、中小企業の場合はそういったところ多いんですけども、そういったところであれば、まあ、株主がどうこういうこともないですし、自分の社長がね、そういったところについては簡単なやり方で処理することも可能かなというところですね。はい、であとですね、税務申告、こちら OK なのかっていう話ですね。入金の時に売り上げ上げてますけども、それいいのかっていう話なんですけど、これはダメなんですよね。発生主義っていう形で、まあ、先ほどの例でいくと3月に売り上げ上がってるんで、3月の売り上げっていう形になってくるわけなんですよね。でほんだら、まあ税務申告もダメだったら、あの簡単なやり方できないじゃないかっていう話なんですけども、こちらなんですけどね、税務申告の場合は年間ですね、年間というか、まあ法人とかでいくと事業年度ですね、3月決算であれば4月から3月の期間、ここの期間の総合計が正しければね、結果的に税金は変わらないんですよね。例えば4月から3月の入金ベースの売り上げが、まあ、5000万としますよね、入金ベース。ただ
それが発生ベースで計算すると5200万になりましたと。だから5200万が正しいわけですよね。だからその差額が200万円出てくるんで、それを決算整理っていう形で、まあ、決算整理っていうのはその事業年度の最後のところ、まあ、4月から3月でした、3月末のところでそれまでの仕分けをね、修正したりとかね、するのを決算整理って言うんですけども、まあ、そこでね、正しい売上に修正していくっていうことをすればですね、売上については年間ベースで間違ってないって形なんですね。で、税務申告上も利益とか変わるわけじゃないんで問題ないということになるんですよね。なので一番簡単なやり方は、まあその入金の時に売上上げてですね、決算の時にこれを修正するというのが一番簡単なことは簡単ですね。ただ次々の売上っていうのをちゃんとね、把握できないんで、ちゃんとした業績を把握しにくいというところですね。で、まあ、これは一応一旦あってですね、経理を分かる方についてはね、その発生主義っていうのは当たり前で、まあ、それじゃないと困るんですけども、まあ、あまり分かっておられない方についてはですね、入金の特に売上が上がる方がね、そのお金の動きと合ってくるんで、逆に分かりやすい場合もあるんですよね。まあ、そういったところがあるんですね。まあ、そういうのを前提で、ただまあ税理士のね、顧問契約とかしてるところであればね、少なくとも売上についてはね、発生主義でね、上げてるところがほとんどだと思います。ね、お客さんの処理の方でね、なかなか追いつかないっていう場合もあるとは思うんで、そういった時はね、入金に簡単なやり方でやってるところもあると思うんですよね。っていうところでね、こういったやり方もあるんですよというところで、特に帳簿ができてなくてですね、決算にまとめてやるような場合とかでね、行くとこういったやり方をしたりもするんですよね。月々の業績っていうのももう言うてる場合じゃない、もう終わってしまってるんでね、とりあえず早くしないといけないっていうことがあるんで、こういった形でやるというところになってきます。はい。まあ、今回ね、その売上についてこういったやり方がありますよっていう話になってきましてですね、あとまあもちろん売上をしたらやっぱり仕入れの方もね、同じようにしていかないといけないですし、まあ経費の方もね、どこまでやるかっていう話もあるんですけども、そういったところもね、需要があればね、また話していきたいなと思いますんで、気になる方はコメントいただけたと思います。はい、それでは今回の企業顧問チャンネル以上となります。このチャンネルではね、こういったお金に関する情報とか節税に関する情報をね、なるべく簡潔に分かりやすくお伝えしておりますので、ぜひチャンネル登録の方をしていただいて見てもらえたらと思います。それではどうもありがとうございました。